マルゼンスキーさん、達人の構えをするに対するみんなの反応。ダンスというより拳法みたいなところスクショしてしまった。これは達人の構え。北斗友情激マブ拳。五線譜のせいで糸使い的なやつに見える。絶妙で草。なんやこの構図は。ジョジョのダンスみたい。ズンチャズンチャ。あの絶妙にダサいやつか。キメ顔なのにオメガ口になる怒涛さんかわいい。変な口選手権か？ガチ恋服着たる。アップル組みたいな口しやがって。変なお口選手権と聞きました。変な口選手権にエントリーできますか？かわいいお口選手権、だよ。お口のお口へと踏み入る。かわいいお口。あやべさんのライブは面白いのが多いな。意外とアホ面をするウマ娘ステークス。私の一押しはこの子、ミホのブルボン。あやべさんいいよね。気づけばあやべさんだった。行こう、ここも時期布団乾燥機に沈む。布団乾燥機に沈んだらそれはもうふわふわじゃないのよ。この、ダニ目。あやべさんが言うと憎しみこもってそう。尊厳破壊ソングぴょいっと晴れるや。マルゼンスキー、構えとは防御の方。我が走りにあるのはただ制圧前進のみ。しくじったらゲージ7割持ってかれそう。ついでに奥歯が折れそう。ヨムベさん好き。すみません。大丈夫。スペちゃん、せめて扇で葬るわ。ぬぅ、あの構えは知っているのか、ライデン。ライデン役が合うウマ娘は誰なんだろうな。知識が豊富と考えれば姉貴あたりか。バキとタフラ編読破してそうだしな。筋肉マン読んでそうな行くのも良さそう。というかメガネ組は大体やれそう。ライデンリーダーさんの出番だな。西野ライデン、ちょっと待ったぁ。メジロライデン、やれやれ、本命抜きでやる機会？行くのとかして気に見えて意外と変な知識披露してきそうな感はする。アホズラ全一、タキオンのアイコン。ご飯だねー。500円あげるから自分で買って。ええー。マルゼンが構えた時は用心性。トレーナーは渋川豪樹かな？達人の構え中のマルゼンの耳触りたい。触るね。この構えはマスターアジア。上級オペラ王伝英団。あの伝英団の先に師匠の顔でなくオペラ王の顔がついてても何の違和感もなさそう。今のは金加速スキルじゃない、ただのマイルコーナーよ。怒涛雪の町丹のダンス井森美雪のあれ思い出したわ。大量破壊兵器に匹敵する伝説の井森ダンスか。8時だよ全員集合に見えて、ババン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 が脳内に流れてきたわ。天上天下で正隆がこんな構えしてた気がする。あれは母ちゃんの肌か。あやべさんは不本意だろうけど釣り革に捕まってるだけで面白いのずるいよ。あやべさんってだけで面白いのずるい。マルゼンの右手に展望を持たせたい。リーチ、脳天。桜並木ダッシュベガさんならうろうとか言いそう。オカリンのポーズかな？パリピ孔明感。アイマスのシャイニースマイルの振り付けに見えたのだ。お、新宝島かな？ドリフ、ジェネレーションジャップ。えんやー、コーラやー、どっこいどっこいコーラやー、幻聴。なりぶ、誰だ？ビワ、姉ちゃんだよ。なりぶ、本当に姉貴か？ビワ、本当だよ。なりぶ、姉貴ならこの質問に答えてみろ。ビワ、いいぞ。なりぶ、バナナはおやつですか？ビワ、あれはビタミンやミネラル、食物繊維が豊富で脳の栄養となる多様な糖類を含む、ゆえに主食だ。なりぶ、やっぱり姉貴だ。多分さっきまで見てたふわふわ動画で頭がいっぱいな釣り川あやべさん。ヤグー心眼流っぽさを感じる。バクちゃんの待機してる時のあのポーズはなんなんや？強くなったわね、スペちゃん。
痩せましたね、マルゼンさん。ふ、だがまだ生きているわ。ライブは、この馬娘は普段なら絶対しないであろう表情や動きを見れるから面白い。だからライブに疑問を持つ子もいるんだな。ドリフにしか見えなくて笑った。口元が隠れてるのがより強者感を増してる。この構え、時。激流を制するは清水。豪の走りと銃の走りがあるのだろうか。SD キャラのスライムみたいな口好き。お口くちくち。モンダミン。ファルコの顔コラだと思ってたわ。怒涛雪の町炭のやつなんかツボ。大助と思ってきたのに、全然違ったわ。天地魔刀の構えになりそう。なのは、大、ではこちらは天地魔刀の構えで行かせてもらいます。丸尾根はここから天地魔刀の構えか天派の構え出しそう。実馬出すのはレグ違反ですわ。手ぬるいぞトレーナー。甘っちょろいガキのスカイ、見せかけだけのルチャ野郎。関節技だけのグラス。所詮ウドの大木のアケボーノに同家にすぎんデジタル。そしてあのマルゼンとかいう老いぼれ、どいつも己の弱さゆえに沈んでいったのだ。お前の名を残してな。私か、私こそが、最強、オグリー、キャップだ。やえの。オグリさん、あなたのやっていることはレースなんかじゃない。ただの不倫です。スカイさんの足技。エルさんの飛び技。グラスの関節技。ヒシアケボノさんの力。デジタルさんのパワー。マルゼンさんの奥義が。そしてこの私の怒りが、あなたを、打ち倒す。賢さ 25G。ドットさんの画像してたら頭の中でドットットリフの大爆笑って流れました。なんでこうも魅力に溢れたゲームなんだ。マルゼン流。8レースの歴史に敗北の二文字はない。雪の以外の二人の表情が死んでるように見えた。普段澄ました顔の子がライブで笑顔だったりはしゃいでたりする絵って素晴らしいよね。丸尾根のカンフーになるかと思ったがそんなことはなかった。丸尾根暗黒太極拳か。ムーン、重低音。マルゼン、感謝するわ、あなたと出会えたこれまでのすべてに。ミニライブの部分も結構な尊厳破壊だよね。セーラー服とかヨーヨーが似合いそう。スペちゃん、まずは CQC の基本を思い出して。プレス投稿、こいつ、遊んでやがる。絶望。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白ウマ娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。